では次ははしご車です。はしご隊の方にお話を聞いてみましょう。お願いします。はい、こんにちは。ではお名前を教えてください。はい、中央消防署消防第一係はしご隊の吉田です。よろしくお願いします。はしご隊は現場でどのような活動されているんですか？はい、はしご隊ですが、高いところで助けを求めている人や高いところで、火事があった時に人を助けたり放水をして被害を最小限に食い止めることを目的に活動しております。では車の説明をお願いします。はい、わかりました。それではこちらどうぞ。では、このシャッターの中の説明をさせていただきます。こちらの中にはホース、ヘルメットなどが積んでおり、ホースについては放水するときに、使用させていただきます。そしてこのヘルメットについては上で助けを求めている方を安全に下まで下ろすように、持って上がってヘルメットをかぶせて下まで下りていきます。次にこちらの艇体の説明をさせていただきます。こちらが実際に伸びるはしごになります。こちらこう長さありますが、実際これは50メートルの高さまで伸びます。次に、こちらの操作席について説明します。こちらについては、はしごの、操作をする席となり、前の、バスケットに乗っている隊員とこちらの隊員の2名で協力してはしごを伸ばして救助や、放水活動を行います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では実際に伸ばしているところを見せてください。はい、わかりました。それではバスケットに乗って上まで行きたいと思います。それでは乗ります。飛べ。動きよし、動きよし、よし、カラビナ設定、安全帯設定、はい、安全帯よし、確保よし、準備よし。はい、それでははしごを起こしていきたいと思います。吉田からはしごさん、操作始め。はい、了解。それでは、はしごを伸ばして50メートル上空まで上がってみたいと思います。現在17メートル、25度、時速0、現在20メートル、現在30。現在上空32メートル、風速0、これより50メートルまで伸ばします。了解。よし、はしご神経。現在40メートル、風速1メートル、
29.8m 最高点到達。景色を楽しんでいただけたでしょうか。それでは梯子をまた元の位置、地上まで戻ります。吉田から梯子さん、梯子式で了解。はい、高さ2m。はい、1m。はい、到着。梯子車の上から見える景色とっても綺麗でしたね。はい、そうですね。ちょっと質問させていただきたいんですけれども、はい、梯子車は神戸市に何台ありますか？はい、梯子車ですが、大きな30メートル以上の梯子は神戸市に5台、15メートル級の小さな梯子は6台の計11台が神戸市にはあります。ちなみに、はい、この梯子車、お値段はいくらぐらいなんですか？この50メートル級の梯子につきましては約1億円ちょっとぐらいします。すごい値段ですね。はい、今日はいろいろと説明していただきありがとうございました。ありがとうございました。